皆さんこんばんは。今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。今週テーマが拍手がメインテーマなんですけど、意味かな、拍手の意味にしてるかな。ちょっと今ね、喋ってる段階では拍手の意味にしようかなって思ってるけども、編集の時に心変わりしてるかもしれないだけど拍手が今回のメイントピックになります。で、皆さんも人生の中でね、拍手をしたことはきっとあると思うんですけど、これね、高校か中学の時に思って、そこから結構大事にしてる考え方があって、拍手って、いろんな種類があるじゃないですか。ありますよね。音が、拍手の仕方って音変わるじゃないですか。ちょっとピンマイク拾うのかな、うるさかったらごめんなさい。ちょっと置きますね。よいしょ。なんかとか、あとはこれちょっと音違うと思うんですよみんなが今聞いてくださってる方がね、分かるかちょっと分かんないけど、音の出し方って結構あったりとかして、で、自分がね、その学生の時に疑問に思ったのは何かっていうと、音が出ない拍手ってありますよね。つまり拍手をしてる仕草、動作はついてるんだけども音がないっていう、それって意味あるのかなってふと思ったことがあるんです、昔。何かさ、頑張ったか、発表頑張った方とかの演奏を聞いて、それに対する拍手をすることが多いじゃないですか。で、相手に音が届いた方が嬉しいんじゃないかなって。もちろん拍手をしてくれてるっていうのが見えるから、それでも伝わるものはあるんだけども、目だけじゃなくて耳でも、そのこちらの喜びっていうか感謝っていうものが伝わった方がいいよなって思って、でそれからその学生の時から拍手は絶対音を出して伝えるものっていうのが私の持論なんですよ。いや、これ本当どうでもいいって思う方いると思うんですけど、私ちょっと大事なところで、そこはそう、なんかどうせするなら伝わった方がいいじゃんっていう発想。これ挨拶とかも一緒。おはようございますっていう声がさ、聞こえた方がいいし、もっと言うと、だからみんながね、ちょっと俺とね、今会ったと思って、おはようございますって言われるのと、あ、おはようございますって言われるんだったら、2個目の方が嬉しくないですかって思うんですよだからどうせ発するんだったら、プラスのね、プラスで伝わった方がいいよねって。それが拍手も一緒。最近ね、ちょっと拍手をする場面があって、それでふと思い出してさ、このトピックで話してるんですけど、なんかそこって大事だよなって思うんです。で、さっき拍手の仕方ちょっとやりましたけど、拍手って、手の形とかさ、大きさにもよると思うんですけど、叩き方によって音ってかなり違うんですよ。なんか乱暴に叩く音もあるし、こういい感じに、いい感じにというか、伝わる音もあると思っていて、割とだから自分、叩き方はこういう風に叩くって決めてるのがあるんですけど細かいねそこまでやんなくていいんだけど、だから今回このトピックで話したかった、伝えたかったことっていうのは、みんながね、拍手だけじゃないよ、拍手よりきっと挨拶とかさ、そっちの方が分かりやすいと思うんだけど、伝えるんだったら、プラスに伝わる工夫ってできるんだよっていうのが伝わったら嬉しいなって思ったんです。で、これってさっきの挨拶もそうだし、あとあれ、店員さんのね、いらっしゃいませもそう。これ前も話したかもしんない、いらっしゃいませ。いや、もっと言うと拍手も話したのかな、ごめんなさいね。ダラダラジオさ、ちょっと400回とか喋っとるとね、覚えてないのよ、奥さん。昔のこと覚えてないのよ、私。そう。だから、多分同じこと喋ってるかもしれないんだけど、許して。そうで、その、店員さんとか、俺、本当にコンビニのね、店員だったりとか、あと、居酒屋でバイトもしてたんだけど、だからね、順番が、俺、最初、ローソンでバイトして、次、セブンイレブンでバイトして、で、その後、居酒屋でバイトっていう順番だったのよ。正直、ローソンとセブンの時は、ダメね。ダメダメな。もうダメダメ挨拶だった。もうそこはね、ダメよ。でも居酒屋に勤めた時から、変わった。で、そもそも、ローソンとセブンに関しては、もうお金稼げりゃいいか、みたいな。そういうテンションでバイトしちゃってたのね。でも居酒屋は、自分の将来に必要なスキルを身につけるために、自分でかなり前のめりで居酒屋選んで入ったんですよ。ちょっと話それるけど、もともとね、教師目指してて、その教育やりたいって思ってたのね。でも俺、人前で話すのが苦手で、で、大きい声が出せないんだよ。恥ずかしくて、そういうタイプだったのよ。だから、
そう、みんなのね、まだその時多分居酒屋始めた時はあれか、まだ教師だった、教師になろうって、教材受けようと思った時代だったと思うんで、子供たちの前に立った時にこうハキハキ喋る先生になれないのかもう分かってたんよね。でそれを克服したいと思って、で俺接客業、まあローソンとセブンも接客なんだけど、が苦手だったんよね、苦手って思ってて、でしかも居酒屋っていうその場所もう苦手意識が強かったから、あえてそういったところに飛び込んで、で俺が勤めてた居酒屋すごいこうね大きい、まあ居酒屋ってあるけど、じゃあせーみたいな、3番たくさまからお料理しよういただきましょうしよみたいな感じだったんよ。でそういうところに飛び込んだら、やっぱり環境って大事だからさ、うん、心が折れちゃうかもしんないけど、まあ、アルバイトだったらさ辞めることもね、しやすいし、うん、ひとまず飛び込んでみようと思って、まあ、修行を兼ねて入ったんよね。だからすごく変わって、やっぱ吸収できるものも多いじゃん、そういう前のめりに入ってるから。でその大きい声で喋ったりとか、今でも恥ずかしがりは治ってないけど、でも昔よりはもう全然、昔よりだいぶそういうことができるようになったし、今ねこう講演会とかでも人前でいっぱい喋らせてもらってるけど、うん、堂々と結構喋ることができるようになったのはあれがスタート、うん、でそっからやっぱり練習はしたよ、めちゃくちゃ練習とか特訓はしてったから、いろいろそこでスキルアップも含めてにはなるけどね、うん、だからそういったことがあったんよね。でその時に思ったんが、やっぱりこう挨拶もそうね、いらっしゃいませもそうだし、さっきのね3番たくさまからみたいなのもちっちゃい声で言うことも可能なんだけど、どうせ言うんだったらプラスになった方がいいよね、それがまあお店の雰囲気にも関わってくるじゃん。そうだから別に俺クレームとか言えることはないけど、やっぱ自分がさ居酒屋とかコンビニ働いてたから、やっぱ見ちゃうよね店員さんの挨拶っていうのは。だから雰囲気、その接客させてくれてる時に、やっぱ雰囲気っていうのは気持ちいいとさ、やっぱりもう一回この人の来ようって思うじゃん。俺スーパーとかでもそうなんだけど、だからそこは大事だよね。だって同じ挨拶じゃん、どうせ言ってることだし、ね、ありがとうございましたっていう一言を言わなきゃいけないんだよどうせだったらよっしゃっていうのと、ありがとうございましたみたいな、これだけの違いでしょ。でそれでさ自分にとってプラスになるんだったらめちゃめちゃお得じゃないみたいな風に思っていて、だからその考え方はごめん、許容することではないとはもちろん思ってるんだけど、発想の仕方としては大事かなって思うんだよね、っていうのは伝えたくて今回ね、まあ、拍手の意味っていうね、まあ、トピックにしてるかな、タイトルにしてるかわからないけど喋らせてもらいました。はい、ということで本日もねここまでお付き合いいただきありがとうございます。またね次回、まあ来週登録ちょっとわからないんですけども、次回ねまた何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてもらえたらと思います。それでは今週1週間がねまた皆さんにとっても、そして私にとってもいい週間になることを心より願っております。また次回お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。そして今週1週間も頑張りましょう。